よし、これを乗り越えてみんなでもう一度逆打ちだ。おい、ナオミがいるんだ。え？お兄ちゃん、待って！ナオミ、お前やっぱり生きてたんだな。サトシ！お兄ちゃん！びっくりさせるなよ。お前がいなくなったら。してくれ。頼む。ちゃん、ゆか、気がついたか。お兄ちゃん、すまない。死んじゃったらお兄ちゃん一人ぼっちになっちゃう。だからゆかごめんね、お兄ちゃん。ゆか、嘘ついてたの。嘘？ゆか、クラスに好きな子がいるって言ったでしょ？あ、あの話か。ゆかの好きな人は他にいるの。言ってんだよ。俺だってお前のことは好きだよ。兄弟なんだから。違う、そんなんじゃ兄弟だからとかじゃないよ。本当に本当に、よかった。
メか。くそ。ホーディーちゃん、サトシ、お兄ちゃん。どうした？何が言いたい？嘘でもいいから、ユカのこと、好きだよって、言って。大好きだよ。大好きだよ、ユカ。ゆっくりと目を閉じたユカは、そのまま再び目を開けることはなかった。眠るように冷たくなっていったユカの体は、まるで小さな子供のように丸くなり、母親に抱かれているような安心しきった表情をしていた。いなくなって初めて気づいた。ユカが、ナオミが、自分の中でどれだけ大きな存在だったのか。時計を見ると夜の9時を回っていた。家の前に立った俺は、しばらく中に入れなかった。ユカのことを家族にどう伝えよう。サトシ、お帰り。濡れなかった？ちょっと遅すぎるよ。男子たるもの、一度外に出ればいろんなことがあるよな。女性だっていろいろあります。馬鹿にしないでください。おう。父さん、母さん。もう濡れてるじゃない。ほら、ちゃんと拭きなさい。着替えたらご飯だよ。すぐ降りてきなさい。ユカのことを全く気にかけない両親に驚き、話すきっかけを見つけられなかった俺は、あいつが死んでしまったことを伝えることができなかった。しかし、このまま黙っているわけにもいかない。ベッドに倒れ込んで、これからのことを考えていると、机の上にリボンのついた小さな箱が置いてあることに気がついた。ユカ、雨の中、俺を迎えに出る前に置いてったのか。ユカの部屋と俺の部屋は扉一枚でつながっていて、あいつの部屋に行くにはこの部屋を通らなければ入れない。その誰もいないはずのユカの部屋から物音がする。
鍵穴から向こうを覗いてみる。すると、向こうからも、こっちを覗いていた。見覚えのある目だ。お兄ちゃん、寂しいよ。Yeah, I got the somebody, you know it